はい、皆さんこんにちは。本日は2024年8月11日日曜日の夕方の5時前でございます。いや、もう今日はですね、私はもう今日はお休みいただいておりまして、もう休みといったらもうね、寝るしかありません。昼寝、大昼寝大会、1時前ぐらいからですね、4時ぐらいまでですね、何もする気が起きなくて、そして人間というものはですね、ずっと寝てるとね、だん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 動きたくなるものです。そして自然、発生的に、こういうやっと YouTube にアップしようとする気力が芽生えたわけでございます。そうなんですよ。昨日もね、もうね、ちょっとね、疲れ、神経がもう疲れててね、結構ね、もう、モチベーション低かったんですよね。ですから、昨日もアップしてないですよね。はい、やっと、だけどね、声は絶好調なんですよ。だから、声が絶好調だから、まあ、あえてもうね、人に見せびらかす必要もないだろうと。そんな気になるんですよ。はい、というところで、また今日ね、新たにいろいろ考察して分かったことがあるので、お伝えしたいと思います。はい、私が前回のビデオでですね、ハミングとウーボインで全てを賄うように歌うと。で、そこっていうのはですね、喉の奥底の話なんですよ。うーっていう要素っていうのは、なんかうーってね、詰まって苦しいんだり、ほんでね、ボーカルフライのところの源流のところなんですよ。で、そこのところでもう仕上げてしまえとね、響きも母音もそこでもう仕上げたら、あとはもう添えるだけだという感覚なんですよ。でね、調子が悪いとかね、その境地に至ってない時っていうのは、その大元のところがいい加減になってるんですよね。なんかこう、ああみたいな、息でああみたいなところが大元にあって、それで前の方で響きだなんだかんだこうやろうとするっていうところが、そもそもの構造の結果なんですよ。そう思います。ですから、いいとこまで行ってて、あと今一つなんか不安定に揺れたりね、なんかこう、まあ、一貫性がこうなかったり、なんか途切れ途切れになるような印象の人っていうのはですね、一番大元の処理がですね、できてないんですよ。はい、という観点からですね、今日はトスティの、ラルバセパラダラルチェロンブラ、これをですね、波長調で、歌ってみたらと。はい、それで合唱の話をですね、結構辛辣な言い方で合唱関係の先生とかね、ちょっとね批判させていただいたんですけども、そうなんですよ、オペラの世界まで口を出すなと。本当に分かってもいないのに、例えばね、このラルバセパラドゥダラドゥルーチェだと、合唱の先生ってこういう観点、ラル、ラル、バセパラダラルチェロンブラ、エラミアボルタダルミオデジ。まあ、こういうね、息を流して響き方つかせて、みたいな。ね、上に行っても息は均等に流れてないといけませんよ、つって。だから、逆に、ラルバセラルバセなんていうね、風に歌ったら、はい、よく声出てるけど、息が止まって聞こえますよ、ダメでしょう、なんてね。そういうね、わけのわからない、こう、その、観点、なんていうかな、感覚なんですよ。言及なんですよ。大丈夫かと。ね。ラル、ラルバセパラダラルチェロンブラとかね、
とにかく息が流れてないといけないというね、もう決めつけがあるんですよ。大体調子が悪くなるその原因の一つに、中間音で息が流れすぎて声が空洞化するというね、もう再三私言ってるんですけどね、そういうことなんですよ。はい。じゃあ私の考案したですね、もう奥の奥でも全部もう仕上げてしまえと。っていうところになると、さっきのようにね、これでもなお作る。添えるだけなんですよ。だから無駄な力がないんで、非常に効率いい、息効率のいい発声になる。強くて息も長持ちする。ポピューラーポピューラーボーカルフライ、ここポピューラーティーオポイセンソーのステレトリスト、スペニエテビンコロテ、モイテボベデノンボリョルジョロノ、ペラモデミオソニオデラノテ、キヨディミオノテ。とせんまてるの、メンテレラテラポリダジロラ、マケダルサンワミヨノスカラル、キューゾって E ボインとかね、そういうところのキューゾの狭まりを利用するんだとかって言って、かわいい感じになる。モダン歌唱にも多いんですけども、これね、口の前側のベロと口蓋の間の隙間を狭くしようと試みてる人、これはですね、なぜそうなるかというと、後ろがちょっと空洞化してるんですよ。そういうことなんですよ。だからちょっと不安定な要素があるんですよ。いいとこまで行ってんのにね。そうだからね、今の私の発声は前も下も上がらないんですよ。前ちょっと上がってたんですけど、上がらなくなったんですよ。負けなさみよ、関係ないんですよ。ナスカラウロール、ナスカラウロール、飽きまくってるじゃん。ロール、エナルソニアミアブレーベーイルソルテルノ、ソーニョニョブレイルソルテルノ。はい、謎が解けましたね。大元で全部仕上げてしまえという、そこを怠ると
結局いろんな難しいことが出て、ちま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 なんかこう前の方でね小細工するんですよ。レーベルソンニョミヨなんてやるとレーベーってナザールにしてベロを上げてイルソレテルナってやるんですよ。イルソレテルナ、これカルーソの路線ですね。これねエーダルソーニョミヨベベイルソルタルノ、より強力で安定してね、歪みのない高音域の芸が構築できてきたんですよ、これで。そう、で、まあ普通声楽家はそこまでやってないこととね、前の方の力をかなり借りてるんですよ。後ろ側で処理しきれてないんで、だから処理しきれるとこういうことになるんですよ。でもこれすごい訓練の期間が必要なんですね、これ。でその一番大元で処理するにはハミングとウーボインを極めないといけないんですよ。全部一緒にする。タールの。ハミングだけでも足りないし、ウーだけでもくすんじゃうんですよね。両方が必要なんですよ。それで全部が賄えます。賄えない人は筋力が足りない。訓練が足りないだけ。ですから、ここに結局ね、まあ、黄金期の発生の、ベストな回答があるんですよ。安定性に特化したという意味でね。安定性に特化するってことは基礎的なということなんですよ。要するに。そうなんですよね。だからね、まあ、合唱の話して申し訳ないんですけども、なんか合唱やってて、なんかこうね、発声がどうなんだろうって言って、合唱でもなんか、で、ソロするにも力がないし、合唱でもなんだかなって言ってるような人はですね、それが当たり前なんですよ。だって合唱の世界の声って、答えになってないところで、浮いてるだけなんですよ。はぁーって、はぁーって。人の邪魔をしないみたいな。そうなんです。答えがないんですよ。答えがない。あるようでないんですよ。らっきょうの皮むきみたいな。なんかあるかなと思ってずっと言っても、どこまで言っても、極められないというか、答えが見つからない。で、私のやってるのは、明確な答えがあるんですよね。なぜなら、強い声の世界だから。オペラの声の世界。で、オケがついて飛び越える声の世界。でね、昔はね、毎日コンクールとかで、まあ、本選で、オケがついてるじゃないですか。ついてたじゃないですか。で、それで、まあ、予選でいいと思ってたけど、全然聞こえてこないな、っていう感じとかね、わかるじゃないですか。それで、オケがついて、オーケストラがついて。で、オケがね、もうね、やらないって降りちゃったみたいなんですよね。いつからかちょっとわかんないけど。で、結局本選もピアノ伴奏なので、結局聞こえない、使えないような人がですね、ふわーっと歌った人が1位とかね。だからなっちゃうんですよ。もうね、もう終わりですね。ジ・エンド。オペラ終了。オペラじゃない。もうこの世界オペラじゃないんですよ。オペラのようなもの。というふうに解釈するといいと思います。ほら。そう、オペラなんてね、本物のオペラなんてないですよ。音大経由で。はい、ラ・セレナータ、トスティシリーズ。これもね、
ポンラホセレナタラミアリレタエソーナ、後ろ側の完結してない空洞化した人が息の勢いで前側の発音とか滑舌で処理しようとする声ですね今ね。でも合唱もそういうことなんですよね。ポラオセレナタラミアディレタエソーラ、こういう世界で処理しきれないままふわーっとしたまま溶け合うという世界、答えなんかないんですよ。はい、答えがある、答えに行き着いた声、ハミングとウーを一番奥の方でうわーっとねこう詰め込むんですよ。ボッボッラボッラオセレナータラミアリレッタエソーラエコラベラテスタバンドノートポーザトラレレンツォーセレナタボーラオセレナタボーラスプレンデプララムノラレシレンチオステンデエディエトラベイデラコバブルーナラランポドソチェンデプラララムナスプレンデプラララムナスプレンデボロセレナトボロセレナトボラオラオラ。一番奥がちゃんと安定して埋まってるので、もう究極の安心感で歌えるんですよ。後ろが埋まってないからちょっと不安で息が漏れるんですよ、空洞化するんですよ。だから媚びた表情というのはそういうところに生まれるんですよ。あどうもポンラーオステレナーと後ろスカスカスカじゃないですかボンボンラーオステレナータラミアリレッタエストーラマサリデダンコルメツァソンノートポールナプラレレンソーセレナタボーラオーセレナタボーラロンダソーニャソリードエイベントソルラフロンダエアバチミエイクザンコラニードラミアシニョロビヨンドソーニャスリドロンドソーニャスリドロンドボロセレノトボロセレノトボね、そこら辺の声楽をやってる人にも言えることなんですけども、やはりね、その何て言うかな、個性をこう出すギラギラしたね、完結した音声じゃないんですよ。ベンディベンディリープアウスタイネンブラウエンヘレンオーフェンアウゲジートUnd Paulus in Eizuschauen, Mirs in Herzen Klops und Lied. これに近い感じ。Wenn die Lief aus deinem Grauen, Herren, Morgen auch jetzt sieht,
ちょっと喉を下げても、こういう感じ。そういう歌唱しかできない人に、ね。ルンジョバライ、ヘルメーのバーディベット。こんな歌のね、評価だったらできないです。ルーニー、エルサイメーのね。ね、息が止まったようになるでしょ。で、これを、息止めちゃいけないよっていうのが頭に、いや、高い音よく出てるけど、それ、分かってます？あなた全部同じところで歌わなきゃいけないんですよ。息が流れてないでしょう。止まって聞こえますよ。ちょっと頭がどうかしてますよ。本当に。誰とは言わないですけど。うんじゃだねーヘルメーのバーディラットボーンジョートラブルのドケラミアヴィオレッタアジペルメラソドビチエアモリエルポンポーゼフェスタオパリオンマチアペッソベリアスキアボチャスコンディスラベレッツァあの全然慌てない。ただ詰めればいいんで、こっちにうーとハミングを詰め込めば。エドルコンテンタインクエスティアメニローリスカルドレガオディスワートートイルパッサやっぱり日本語のあいうえおの発音じゃこれ到達できないんですよ。うーみーわのうーじゃこの声出ないんですよ。その隔たりたるやね、もうね、異次元の世界。ご愁傷様でございます、日本の声楽家の皆さん。そこを攻略しないでね、塔が立っちゃってるんですよ。だから全部違う。De mie volanti spiriti, il giovane adore, e la templo che placido, sorriso dell'amor, dell'amor. Dal di che disse vivere, io voglio te fede dell'universo memore io vivo quasi in cielo. まあ明日までの曲だったらこういう風にねちょっとまあ歌えなくはないです。やっぱねやっぱ詰め込む詰め込んじゃいけないと思い込んでませんか。これはね、母音をで吸除するってことなんですよ。母音は閉じる、閉じる。喉はスペースは広く、母音は閉じる。母音を詰め込むんですよ。閉じるということ、詰め込む。ね、うーの原型。ボーカルフライ、が合体するんですよね。で顔に出ない。顔に出ないっていうことはもうここで消化されてるっていうこと。ここで消化されてないものが顔芸になっちゃうんですよ。はい。日本の声楽家の、ほぼ私以外の 100% ここに行ってません。みんな空洞化。へーんとかって言ってね。へーんとか、へーんって無駄に息が出て。だから上がぐらつくんですよ。結局、大元の母音で、キューゾができてないんです。だからね、軽く歌わなきゃいけないよって。
ここに行ったらもう終わりなんです。アディオフィオリトアジ、これ合唱なんですよ、合唱。アディオフィオリトアジディルティチオエダモールセンプレイルミタスセンビアンテコンストラチオトロチェデロノンピオンジェネリオセイルノンタンノチョSo, per quel sorriso, dolce mia fanciulla, m'ascolto, il tuo signore, solo domani.Forse solo al mondo non lo so, portalo via con te. なんかそれドラマチックテノールらしい。デレジオドル、デレジオドルチシアルイレストラデウエストウエストオミアポデラリオ、もう元で仕上げてるんで、あと自由なんですよ。アルトゥピッコロクオールゲノンコーデキエデコロイゲノンソリデピオゲノンソリデピオ、さすがにこの B は出ません。ケンノンソリデピオ、一瞬。そうなんですよ、やっとパッサージュの呪縛から解放されてたんですよ。だからそこができりゃね、パッサージュがね、あのなくなるんですよ。本当に自動調整オートマチック。Anch'io vorrei dormi da dormi così. 皆さん逆やってるんですよ。 Nel sonno men l'obbio troppo. 母音が開いて喉が閉まる。これ皆さん。La pace sol cercando il buono e potere tutto scoldo. Gian 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 mo.Ogni sforzo è vano, davanti io sempre di lei. 絶対奥から母音をウーとハミングを離さない。Il dolce sembiante. ねえ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 、さすがに疲れてきた。
ラパーチェトルタエソメペルカンデジオタントペノールデーン。Lei sempre lei mi parla al cor a televisión mi lo sa mi fai tanto amore Lei sempre Lei mi parla とかってなるのは全部大元のところに空洞があるんですよ。発音に隙間があるんですよ。気持ちに隙があるんですよ。 Lei sempre Lei mi parla con la televisión mi lo sa mi fai tanto amore ahimè はい、というところでですね、さすがにちょっと頭がクラクラしますねいや、ほんとね、テノールのアリアが歌いたくなるぐらいに楽なんですね。もうね、簡単になってきたんですよ。大元で全部処理ができてきたんですよ。ヒント。これを、ヘタレ声楽しかね、できなかった私はですね、私こそがもう合唱の、プロの合唱団みたいな声しか出なかったんですけども、やっぱり晩年ね、こういう世界を体験してですね、何がどうなってこうなるのかっていうのが全部分かってきたんですよね。合唱の声って本質的に何かとかね、ソロのこういう声ってどういうことかとかね、結構抽象度の高い世界の理解のでね、至れてきたわけですよ。はい。ですからね、ちょっと音大、芸大卒業したぐらいでね、こういう声は絶対に構築できません。ですから、学歴をまともに自分の中で優れてるとかですね、もうできたとかですね、そういうふうに思ったら終わりですね。便宜上あるものであって、社会生活通年上何にも分かってないと思った方がいいです。卒業程度で、もうそういうふうにね、思うとですね、なんかね、非常にまあ失礼に当たるかもしれないんですけども、これは事実なんです。それをね、自分が何にも分かってないということをまず知ることなんですよね。ですから学歴のプライドをまず捨てれるかどうか、だからエリートのね、もうその芸大の大学院じゃないけども、だいたいそこ終了した人はですね、そこがピークなんですね。そこから、あ、自分はダメだなと、改良に改良を重ねて、はい、こうなったよという人を探す方が困難です。これも現実です。
よくて現状維持。現状維持じゃない。はい、ちょっとね、こういう余計なことまで喋ってしまって申し訳ありませんけども、ということなんですよ。私の声を聞け、これを見よ、これを聞いてくれと言わんばかりの演奏をしてみました。はい、というところで今日はこれで終わりにします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、次回までごきげんよう。さよなら。